出現したタレットに体を打ち抜かれることだってあるわ。いい訓練だ。覚えなさい。ボクシーはリニューエンドボットを改造した時の経験を生かしてローダーをここに連れてきたのよ。
私のケチな店へようこそ。
の回収をお願いするわ。最優先事項よ。聞こえるぞ。彼らはデジタル生成されたバーチャルな存在に過ぎないわ。遠慮しないで容赦なく痛めつけていいのよ。そもそも遠慮なんてしないでしょうけど。
モクシーのおかげでイリジウムとデジタル生成技術で生命の定義をねじ曲げることに成功したの。あなたのデータを解析してオーバーパワーアップグレードを完成させるわ。ジャック本人は死んでいるにもかかわらず、それだけ銃弾を打ち込めるというのは興味深いわ。あなたのようなタイプはジャックの顔を子犬の映像に差し替えても撃つんでしょう。名前のマーシー医師に訴えられたんだけど、殴り合いで解決してたわ。新しい怪物を作るだけの容量はないから、クローンを何体か出してあげる。
リリスはどこだ。テストが終わったらクリムゾンレイダーズにもこの訓練を受けてもらう予定よ。そうすればサンクチュアリでドアをノックする以外の仕事ができるでしょ。大きな敵を用意したわ。そう、サターンよ。物陰に隠れたくなったでしょ。退屈だわ。増やしましょう。
シーがプログラミングを手伝ってくれたの。意外だけど、自分の胸について下品なジョークを語るのと同じくらいプログラム言語に饒舌なのよ。ロボットはあらゆる戦闘の要であると言われているわ。この姿、メイン・イエスとか脅威だ。の訓練プログラムは敵が全員死ぬまで進めないって決まるよ。プログラミングを手伝ってくれたの。意外だけど、自分の胸について下品なジョークを語るのと同じくらいプログラム言語に饒舌なのよ。Come on.
と少しよ。でも展開をドラマチックにするために最も難しい試練を残してあるわ。金は使ってなんぼですね。生き延びたわね。仮想の返り血を洗い流して。私だって嘘くらいつくわよ。